150ぐらい。それはトータルで150。トータルで150ぐらいで、はい、ちょっと長めのディッシュパワフォーだと、やっぱり150とかそんなになることあるんで、はいはい、でそれでやっぱ乗ってくれるとすごい嬉しいんですけど、でやっぱちょっとやっぱ長くなる分、ちょっと右に行ったり左に行ったり、いや誰でもそうですけど、できますよ。でも打つよりかは安心して打てます。ああ、いい天気の方が、はい、まずさっきの冒頭でおっしゃってたフェアウェイウッドよりもユーティリティの方がまあ打ちやすいって、それは短いから、それともヘッドがちょっともっとちっちゃいからとか、あとはなんだろうな、練習量がこっちの方が多いからとか、うまくいった成功例がこっちの方が実績があるとか、なんかありますか。スタート頻度がこっちの方が多いなるほど。であのよくそういうのはあるんですけれど、例えばアマチュアの方たちの中で何があんまり得意じゃないかっていうデータを取ると、ロングパック、それがバンカーなんですよ。これ大体こう、あの苦手なのを3つ上げてくださいって上がるんですよね。どれかしらは、どっちかは。それなんでなのかというと、単純に練習量が少ないからなんですよ。ロングパックやることも少ないし、バンカーってなかなかやれないじゃないですか。ただやらないだけだからちょっと苦手っていうだけなんで、で、まあ、そのロングパットとか、まあ、バンカーっていうのはもう当然それはもうそういうところに行かなきゃいけないしょうがないしっていうのはしょうがないじゃないですか。ただクラブの中で その苦手意識っていうのは、あんまりちょっと良くないかなと思います。で単純にこれをたくさん打ってるから得意ってだけなわけだから、できれば初めから5ウッドとか7番ウッドじゃなくて、いきなり3番ウッドでちょっと練習しちゃう、難しい方で練習しちゃって、であと5番7番で逆に楽に感じるっていうのがいい。あとはラウンドの中で僕こうやってよく言うんですけれど、スコアを作るラウンドなのか、それともスイングを作るラウンドなのか、いわゆる僕それちょっと捨てラウンドって呼んでるんですけど、あんまりスコアを作らないで、単純にその難ゴルフ場っていう壮大なこのロケーションの中でいかにメンタルやられないようにスイングを越していくかっていう、それだったらもうボールの行方も気にしないし、スコアも気にしないからスイングに突破できるじゃないですか。そういう風にしたラウンドの時だったら、フェアウェイウッドを練習してほしいなと思います。でスコアを作る時は苦手なもので一か八かで一発逆転みたいな、正直確率が低すぎるから、それはやめた方がいい。でちょっとごめん、さっきの話戻るけど、でもそのステラウンドの時にフェアウェイウッドがうまくなるチャンスじゃないですか。そしたらさっきの話でスプーンとか一番難しいやつを使っちゃって、そこでティーアップ、フェアウェイでも周りの仲間が許してくれるようだったら、僕よくコースレッスンでもわざと低いティーアップしたんですよ。そうすると意外と結構いい球が出やすくなって、それをこうだんだん低くしていくみたいな段階でやっていく場合もありますし、あとそのフェアウェイウッドが当たらないときに何が原因か、これ結構重要ですよ。まず一つとしてメンタル的にいっちゃってるのか、もう当たんない気がするんだよねって、これはパターンも一緒です。1メートルも普段入ってるけど入んないような気がするなと思ったら入んないし、
でそのメンタル的にミスショットが出ちゃうのか、もしくはスイング的にミスショットが出やすいスイングをしちゃってるのか、でスイング的にミスショットが出やすいんだったら、これはスイングを変えるための練習をしていかなきゃいけないから。でその時に僕がよく言うのは、コースに行ってコースでスイングチェンジをその時、あ、分かったとかいうのあるじゃないですか、新しい、ちょっと右行ってから今度こうしてみようかなとか、はい、あれは正直絶対やめたって言ったんですよ。よくやってるわ、ね、昔と直接話したわけではないんですけど、タイガー・ウッズを受けてジャック・ニクラスも言ったんですけど、いわゆるその朝打った時、朝の練習って何かっていうと、その日の自分の体調じゃないけど自分の球筋を知るための練習なんですよ。例えばちょっと右行ってんなって思ったら、それを右に行かせないように何かをするんじゃなくて、右行ってんだったら単純に左向こう、5メーター右行ってんだったら5メーター左向こうっていう、その角度を合わせてる練習っていうふうに言ってるんですね。でこれって僕すごく大賛成で、コース行った時は極端に変えることは絶対やっちゃう。だけど、こうスイングを変えるっていう時だったら、そういう短いインドアとかでやった方がいい、はい、海外の人多分やっちゃってますよね。そうですね、今日右ってるからちょっとこねろ、ちょっとこねるタイミング早くみたいなね。そうそう、なんかやっぱその日のそれをうまく扱ってほしいなっていう、はい、まあもちろんね、シャンクが止まんないって言ったらそれ使うのは難しいかもしれないけど、まあそこそこのね曲がり幅だったらそういうふうにコントロールしていった方がその日はうまくまとまるかなって、はい、結論から言うと、自分のそのもう絶対当たんないんだと思うぐらいだったら、その日、しかもちょっとスコア重視って考えてるんだったら、その日は練習しないほうがいいですし、そんなに重要なラウンドじゃないんだと、で少し上手くなりたいんだってことだったら、もちろん持っていってやったほうがいいし、でコースでもちょっとティーアップとかそういうやっていただくといいかな。ただどうしてもそれでも当たんない場合はスイング的なミスが多いと思うんで、スイングを変えていったほうがいいかなっていう。最近このままレギュラリティで回って、やっぱちょっとスプーン欲しいなと思ったんですよ。で私今インプレス使ってるんですけど、インプレスはスプーンは入れてなくて4番ウッドなんで、入れて6番アイアンはあんま使ってないので行こうかなと思ってるんですよ。なるほど。1,2,3,4,5 6,7,8,9,10,11,12,13,14 14本なんで、はい、なるほど、うん、ゴルフは14本ってのは分かってるんですか。はい、すごくいいドライバーだし、これ女性にも人気あるし、うん、いいと思うんですけど、普通4番ウッド入れて、1、4、5、7で、3は入ってないんですもんね。はい、あ、これすぐ入るんだ。そっか、3は入れてないんですね。そうそう、もったいない。おっと、もったいない。まずもったいないのが一つ、はい、それから、6番抜いていくっていうのはいい方法だと思います。はい、有力があるんで。で、もしこれを抜くじゃないですか、はい、それで1本入りますよね、はい、で、もう1本入れた時に4番ウッド入れるじゃないですか、はい、それ3番ウッド入れられないですよね。そうですね。だとしたら、1、4、7でいいじゃないですか。え、じゃあ5抜いて、あと1本、4番ウッド入るでしょ、はい、あともう1本だけあるじゃないですか、はい、その時に、うん、虹さんのちょっと70代出しづらそうだなっていう設定がここにちょっと僕が着目したんですけど、3度と S と56、はい、これ3度のこれは何度なんですか。6等、分かんないですけど、はい、6等を知らなければ距離も分かんないですからね、基本的に。あ、もちろん打った距離で分かるわけだけど、はいはい、やっぱこの番手間の6等のピッチっていうのはすごい重要で、うんうん、やっぱそこをまずね合わせないとダメ。なるほど。だからこの9番アイアンぐらいからの流れ見て、うん、9番ピッチング、アプローチウェッジ、うん、サンドウェッジっていうのが、まあ、大体4度ピッチぐらいが普通なんだけど、うん、6度で言うと、はい、でここが例えば56度だったらこれが52度ぐらいなのかってことになるんですけど、はい、うん、多分52のこれ3度っていうのは基本的にセットモンでないんで、そうですよね、はい、だから似たような感じになっちゃうんです、はい、うんうんうん。ではどうするかというと、はい、この56っていうのは極力70代出す人たちが56度1本っていうのはあんまなかなか少ない。なるほど。最低でも58、できれば60度とかぐらいの3度を入れて、はい、で、その上に今度例えば
60度入れたらこの56いきますよね、はいはい、であとこれが何度かによってなんだけど、はい、この子をどっちにするかですね、50こっち寄りにするのか、58入れてもうちょっとこれをロフト立たして、はい、間をやっていくのかみたいな、はい、なるほど、そうやんないと、これ結構この56で開いて打ったりとかしますね。あのそう私ちょっと後でちょっと教えてもらいたいんですけど、基本70ヤードぐらいまでこの3本、3度1本だけ見て、はいはいはい、で、この子はバンカーでしか使ってないんです。バンカーウェッジ、はい、バンカーウェッジ、バンカー用でしか使ってないなるほど、あのやっぱちょっと重たいのと、ね、普通のアプローチでやっぱちょっとポップしたことが多くて、あ、じゃ普通のアプローチはこっち使う、はい、ちょっと谷さんが戸惑ってるよ、うん、食わず嫌いじゃないけど、あのでもしかしてそのバランスとかが合ってないか、それ測ったことあるんですか？ない。あ、測りましょう。でもね、それだとね、例えるならば、あの自分の靴のサイズ分かんないで靴屋で適当に靴買ったようなもんですから、はい、ね、ちっちゃい靴買ったらあの体型が悪くなると一緒で、はいはい、ちゃんと自分のスイングに見合った、はい、クラブっていうのを選ぶためにも、この全部のバランスっていうのも必要になってくるので。それもやんないともったいない。70代をやるってる人たちはみんなちゃんと適正なクラブを使ってますね。だから安定性でないのもね。僕いらなくなっちゃう。そうで、まずちょっとこれもちょっと対策練りましょう。そうですね。うん、あとでちょっとアプローチレースで。ね、ちょっとそのバンカーしか使えないともったいないんで、まあ、それちょっと今日はね、どうしようもないんで、はい、まあ、とりあえずクラブ変えることというよりはその設定の考え方ね、はい、ちょっとねやっていきたいので、今後につなげていきましょう。はい、リンゴルフニュースのお時間です。はい、9月10月のリンゴルフオープンはこちら左のテロップに記載されてます。9月23と10月14日、この2つの会場はアマチュアゴルフワールドカップ、以前ゆっこが出場したハンディキャップを使った日本代表を選ぶ試合の予選会も兼ねてますので、ハンディキャップを持っている方はぜひ参加してください。10月7日の砦国際はですね、以前宝塚で好評だった100切りをやりますので、ね、めっちゃ好評だったよ。なんか応援してくれてる人たちがいっぱいいて、みんな楽しそうでした。100を切りたいという方はぜひご参加お待ちしてます。ガンガン応援してくるのでぜひ応募してください。はい、バイバーイ。